冒頭の沼秩父のボンゲちゃんをオスの水槽に入れるというシーンから遡るんですけど、この底に沈んでいるオレンジ色のものは何なのかって話なんですけど、ボンゲが食べた池餌の沼エビがですね、あまり消化されないで出てきたものなんですね。いっぺんに20匹ぐらい入れたんですけど、端から全部食べてしまうのでこういう状況になりますけど、やっぱりエビは少しずつ入れた方がいいですね。おそらくその方がしっかりと消化するんじゃないかなってことと、水が汚れすぎですね。熱帯魚の餌をどっさりと入れた時と変わらない結果になってしまうのであります。水槽の上から重力で新しい水を下ろしていきます。女子部屋の方もですね、同じように餌を食わせすぎだったので、その結果水槽内の水が栄養過多になってしまって苔が発生ということで、スクレーパーで苔を取ってるんですけど、ボンゲちゃんがどかないんですね。なんて言うんですかね、すごく変な魚だと思います。スポイトで沈殿物を取りたいんですけど、砂まで入っちゃいますね。そしてうまくスポイトを出さないと吸ったものがまた出てきてしまうという、この湧き水的な水が出るところが砂がなくなってしまってですね、水が出ているのがわからない状態になってしまっているので、再びこの部分に砂を集めて湧き水の復活ってことなんですけど、究極の自作自演ですね。水槽も綺麗になってですね、ボンゲちゃんが2匹になったのかと思いました。水槽のガラスも綺麗になったってことで、お互いが素敵に見えるんでしょうかね。昨日から始まったお見合いですけど、お見合いっていうかガラス越しのデートですけど、昨日よりさらに盛り上がってるような気がします。この沼秩父なんですけど、地方名が結構ありまして、ゴリというふうに呼ぶところもあるらしいんですけど、和歌山なんかそうらしいんですね。まあ意味があってゴリって言われてると思うんですけど、ゴリっていう名前でもボンゲちゃんは可愛いですよなんてゴリ押しするわけなんですけど、このゴリ押しのゴリがですね、まさにこのゴリなんですね。この魚を取る両方があるんですけど、一人は川下に立って網を持ってですね、もう一人の方は藁を束にしたやつとか板でですね、川底の石の下にいるこのゴリをですね追い立てるわけなんですね。この両方がまさにゴリ押し漁ってことなんですけど、これがゴリ押しの語源ということです。ちなみにカジカやヨシノボリなど別の種類の魚もゴリって言われているところがあるようなので、念のため触れておきます。芸能人でもあんまり露出度が高いとですね、なんとか事務所はなんとかをゴリ押ししすぎで嫌だとか言われてしまいますね。ゴリ押しの話はどうでもいいんですけど、そもそもですね、このボンゲちゃんのためにこの立派なボンゲ君を連れてきたわけなんですけど、ただボンゲちゃんを喜ばせるだけじゃなくてですね、繁殖のためのいろいろな行動をですね、見てみたい、観察してみたいっていうのが飼い主の目的だったりします。自然界においては春から初夏にかけて繁殖行動が行われるってことなんですけど、オスがメスのために産卵に良さそうなところを確保してですね、メスをいわゆるその巣穴に呼び込むらしいんですけど、メスは卵を石の裏に産みつけるってことです。産卵の後はというと、オスが卵が孵化するまで面倒を見ると。淡水魚の繁殖でよくあるパターンですね。繁殖期が近くなったオスは真っ黒になる、メスはというと白っぽくなるそうです。まさにそんな感じですね。まだ2月なんで繁殖にはちょっと早いかなと思うんですけど、現在うちの水槽の水温は20度なんで、前倒しでやってくれないかなって思ってます。たくさん食べてもらいましょうね。植木鉢を買ってきました。大きさ違うんですけどね、この方が卵を産みつけやすいんじゃないかと余計なことを考えた次第です。川底の石っていうのは割と角が取れてるものが多いと思うんですけど、溶岩石っていうのはすごいですからね、手で持つと痛いですからね、やはり産卵には不向きじゃないかと。植木鉢を半分にして使いたいわけなんですけど、生まれて初めてやりましたね。通常は割る必要ないですからね。反射神経はいいんですけど、学習能力がないですね。同じこと何遍もやってる。まあこんな形になったんですけど、これをですね、水槽の中に設置するわけですね。福井県海浜自然センターってところがあるんですけど、そこのウェブサイトにですね、3月3日
沼秩父が仕切り板に卵を産みつけましたなんて言ってんですけど、いつの3月3日だかよくわかんないんですけど、ただのプラスチックの板にですね、しかも仕切りなんで縦に設置してあるんですけど、そこにですね沼秩父は卵を産みつけてるわけなんですよ。そんなんでいいんなら植木鉢なんか最高じゃないかってことで、こんな風にお城みたいにですね沼秩父の産卵場所を作ってるわけなんですけど、本来は沼秩父のオスがこういった住居っていうか産卵場所を自分で用意するみたいですね。こちらの都合で完全に余計なことをしてるんですけど、どうなんでしょうかね。このメゾンドボンゲ、女性と同居するわけですからね、入居前にしっかりと物件を確認しないといけないですからね。このメゾンドボンゲはですね2部屋あるんですけど、やはり狭い方がいいんですかね。植木鉢が入っている広い方をおすすめするんですけど、いかがでしょうか。まあうまくやってくれたらどっちでもいいんですけどね。魚の繁殖を水槽内で見るってことは結構ハードルが高いと思ってます。いろいろな方がコリドラスの繁殖に成功とか、いろいろな魚の産卵シーンとか孵化してるところとかアップしてますけど、ちょっと羨ましい感じがしますね。まあそういったことを意図的にやろうと思ったことがあまりなかったってこともありますけど、今回はうまくいったらいいなと思っています。あまりにも簡単に捕まってくれるボンゲちゃんなんですけど、いいんですかねこれで。さてボンゲちゃんをオスの水槽に入れちゃうわけなんですけど、ここからはですねノーカットで初めての接近遭遇の様子をご覧ください。あまりにも長いんでカットしますけど、ボンゲちゃんが結構逃げまくってるわけなんですけど、それを追っかけるボンゲがですねたまに噛みついたりするわけですね。噛みついちゃダメなんだよ、何やってんだよって感じですね。であまりにも長いんで撮影を止めた瞬間にですねボンゲちゃんが植木鉢のところに飛び込んで入ってですね、その瞬間を撮影できなかったっていうね、何やってんだって話です。で現在オスが見えてますけど、その奥にですねボンゲちゃんが入ってるわけです。左側にですねかすかにボンゲちゃんが見えるわけなんですけど、今オスが出てきましたけど、その若干左上、そしてこの状態がすごい長く続いたんでですね、またちょっとタイムプラスでご覧ください。こんな感じでですねボンゲ君が門番というか警備員をやってる風な感じがですね続いているわけなんですけど、ボンゲちゃんは中で何やってんだろうなとか、卵を産んでんのかなとか、いろいろ考えるわけですね。中を見たくてしょうがない、なのでちょっとライトで照らして見ちゃうわけです。ボンゲちゃんいるんですけど何やってるのかは分かりません。ボンゲちゃん何やってるか分かんないんですけど、ボンゲくんは外で待つ、分娩室の前で待つ心配そうなお父さんってところでしょうか。ボンゲくんが警備をサボってどっかに行ってる隙にですね中の様子をもう一回見ちゃうわけなんですけど、ボンゲちゃんくっついてますね。
ただなんかくっついて隠れてるだけなんじゃないかなって思ってきました。そのうちにボンゲちゃん、植木鉢に張り付くのをやめて着底してしまいました。何がどうなってるんでしょうか。ボンゲちゃん出てきちゃったんですけど、いいんでしょうか。ボンゲ君は後ろで何やってるんですかね。そういう旦那さんはあんまり良くないと思うんですけど。なんか距離を置く2人って感じですけど、ボンゲ君が降りていって、なんかボンゲちゃんを見てるんですけど、何なんですかね。中に入っていくのが何なんだ。これは何をやってんだろう。あ、追い出してしまいました。もしや卵を産んだからお前はもういらない、俺が守るということなんでしょうか。あるいは卵を産まないんだったらお前はもういらない、そういうことなんでしょうか。まあどっちにしろですね、相当切ない話なんですけど、できれば後者の卵を産んでもらったので出て行ってもらいましたっていう、そっちの方がいいわけなんですけど、なんか出てきちゃったんですけど、もしややる気がないというか、いい結果に結びつかなかったってことですかね。もう何が起こってるかよくわかんないので確認するしかないってことで、植木鉢の中をですねライトを使って徹底的に確認するんですけど、残念ながらネットで見たような卵がくっついてないわけですね。どこにもくっついてないわけなんですけど、まあそりゃそうですよね。いきなりオスのとこ連れてこられて、お前卵を産みなさいっつって言われたって、そんな簡単に卵を産めるもんじゃないですよね。時間かかりますよね。挙句の果てに追い回されて噛みつかれて、ボンゲちゃん隠れてますよ。ちょっと残念なんですけど、ご縁がなかったってことで離れてもらうしかないですね。そういったわけでボンゲちゃんをまた元の水槽に戻すわけなんですけど、また簡単に捕まってくれるわけです。まあやっぱり時期がちょっと早かったんですかね。いずれにしろ繁殖行動を見るにはもうちょっと長く飼育しないとダメなんですかね。当然こちらの都合で何でも思うようにはいかないわけであります。ちょっとボンゲちゃんかわいそうなことしてしまったんですけど、ボンゲに相当やられたんで心身ともに憔悴しきってしまったようで、エビが前にいても食べないですね。むしろエビたちがボンゲちゃんを心配して集まってきたようにも見えないでもないですね。ディズニー映画みたいなことが起きています。それにしてもボンゲちゃん悲しそうな顔をしています。ボンゲ君の方はといえば、何もなかったようにですね、いつも通りに元気よく大暴れしてですね、エビを食いまくってるわけですね。ガブガブとうまそうにエビを食ってるわけなんであります。ボンゲちゃんとボンゲ君にはしばらく距離を置いてもらおうと思いますが、やはり繁殖行動は見てみたいわけです。というわけでまた現場に到着。前回より花が咲いてますね。花粉ももっと飛んでます。餌のエビを確保してからの3組のオスメスのカップルになるように沼秩父を確保したいと思ってですね、釣り始めるわけなんですけど、今日も水が綺麗ですね。画面左上の方にご注目ください。肝心なシーンが画面ギリギリで切れてしまってるっていうしょうもない話なんですけど、こんな感じでナイスなボンゲが釣れるわけです。メスかな、オスかな、メスかな、わからない。メスかな、これは小さいけどオスかな。なんでこんな明るいとこでピンボケになるんだろう。リリースです。30分ぐらいで大人っぽいやつが4匹確保できたんで、これで釣りは終了。オスメスペアになるように持ち帰りたいわけなんですけど、今回釣れた連中はいまいちよくわからないんですね。これは今回釣れたやつで一番大きいやつなんですけど、色合いからしてメスだなって釣れた時に思ったんですけど、背びれが若干オスみたいな感じがするんですよね。これもそうなんですけど、色合いはメスで背びれはボンゲちゃん以上ボンゲ君未満、そんな感じなんですよね。メスも大きくなったらちょっとは背びれが伸びるんですかね。今回はとにかくどれも分かりづらいっていう感じですね。これは色は薄いんだけど背びれはオスだな。判定オス。ちょっとこの小さめのやつはメスかな。これはリリースするわけなんです。リリースっていいですよね。帰ってきたわけなんですけど、それぞれのボンゲを水槽に導入する下準備をしています。連れて帰ってきてよく見てもやっぱりオスだかメスだかちょっと今回分かりづらいんですね。3匹持って帰ってきたわけなんですけど、1匹はオスで、あとはメスのような気がするんです。これはちょっと背びれが長いメスなのかな、それともオスなのか、まだ悩んでいます。1回判定したものを覆したりしています。まああまり悩みすぎてもしょうがないんで、こんな感じでオスかメスか張りつつ見張りもつけてエアレーションをしています。一方でボンゲ君の水槽なんですけど、植木鉢がちょっと高いかなっていう、ポジションが高いかなと思ったんで、もうちょっと平べったく薄く設置したいなと思って加工しています。
そんなに天井が高くなくてもいいみたいで、むしろ天井の低いシェルターの方によく行ってますからね。あ、でこんな感じで割れすぎちゃった感がありますけど、まあ割れてしまったものは仕方がないんでこのように使いました。まあこれはこれで結果オーライって感じですね。やっぱり天井が低い方が好みなんですかね。メスと一緒に入るにはちょっと窮屈なような気がしますけど、密着したいんですかね。翌日になりまして、新しく捕まえてきたこれは絶対オスってやつをですね、この広々とした60センチ水槽に入れるわけです。ちょうどいいサイズの水槽がこれしかなかったっていうわけなんですけど、まずはこのミスターボンゲを入れてですね、その後にミスボンゲがお嫁に来ると、こういった流れにしたいわけです。そしてミスボンゲをプラケースに入れたまま投入します。浮くんだ。ところがですね、ちょっと逆光で見にくいんですけど、ミスボンゲに何か変化が起こってきてですね、どんどん色が変わって真っ黒のオスのボンゲになってしまったっていう手品みたいな話になってしまったわけなんですけど、この時点でようやくこのボンゲがオスだってことが分かったわけです。今のこの状態であったらオスメス間違えることはまずなかったと思います。だって全然違うから。ちょっとこの突然オスになったやつは一回撤収します。そしてもう一匹のメスボンゲだと思っていた方も入れてみたんですけど、全然オスでしたね。どんどんオスになってしまいました。そしてこのオスのボンゲ同士の威嚇の仕方が半端じゃないですね。怖い。隔離してなかったらこれすごい喧嘩になるんでしょうね。ベタみたいに死ぬまで噛みつき合うんだろうな。左の方のボンゲがここに来た時からこいつはオスだなって分かっていた方なんですけど、やはりそっちの方が急にオスみたいになったボンゲより強そうですね。しかし今回連れてきたのが3匹全部オスってことになりましたけど、完全に計画が狂ってしまったわけであります。さっき男っぽくなったボンゲはまた色が戻っちゃってますね。大きさは同じぐらいですけど個体差ですかね。やたら色が変わらない方が真の男って感じがしますけどね。繁殖活動に関わるんじゃないですかね。でまた別のオスを見て真っ黒になったわけですけど、なんでその色が変わるシーンを撮れてなかったのかって悔やまれるんですけど、とにかく全部オスです。まあ繁殖行動を見たいとかそういう状況じゃないので、この続きは次回の動画ってことになりますね。オスのボンゲを1匹リリースして2匹のメスを連れて帰ってこなければならない。そして3つのカップルのうち誰でもいいですので卵を産んでください。そういった感じの状況になっています。